こんにちは、小森さん、小森康則です。今10時を回りまして、名古屋駅を特急信濃号に乗って松本に向かう途中でございます。車内ですので、ちょっとボソボソとした声になりますけれども、おそらく聞こえているかと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、朝日新聞を昨日、毎日新聞とともにですね、御用新聞であるというふうに私断定をいたしました。ずっと子どもの頃から読んでいた朝日新聞なので非常に残念ではありますけれども、読売新聞、産経新聞とともに、政権を守る側に立ったんだなという判断をいたしました。というのが木原官房副長官に対する文藝春秋社の週刊文春の報道に対して、全く否定する側に立っていると。いや、それはそれでいいんです。そういう考えもあっていいと思いますし、まさしく政府の側はですね、木原さんは事実無根と言っていると。当初は全てのこの報道について、事実無根と言っているというところが、奥さんがですね、事情聴取を受けていたというようなことはもう否定できなくなって、今政治家として圧力をかけたことについては事実無根であるというふうに、事実無根の範囲を狭くしておりますけれども、文春が毎週続報を出してきて、木原官房副長官の今の本妻、その前の夫の不審死に絡んで事情を聞かれていたと。別に一般の人が誹謗中傷を書き込んでいることは別として、週刊文春も、そして私のようにそれを追いかけている人も、 X 子さんと呼ばれる彼女が殺したのだというようなことを振りまいているわけでは全くありません。Z さんと呼ばれる人を誰だと断定するわけでもない。ただ自殺とされたこの案件があまりにもおかしい、そして、再捜査が行われていたにもかかわらず、その再捜査がなぜか中途半端な形で終わって、そのことが遺族にも伝えられていないと。そこがおかしいんではないかと。そこについて、ちゃんと調べなきゃいけないんじゃないかという話ですね。そして、警察庁長官が、警視庁が事件性がないと言っていると、結果的にそれを言ってるんですけど、会見で述べて、それを聞いた元警視庁の捜査員であった佐藤誠さんという人が、何を根拠に言ってるんだと、もう事件としか考えられないと、そのための捜査をしていたんだという話をして、その会見が金曜日の13時午後1時から1時間余りに行われたところで、木原は木原でも鬼原と書く朝日新聞のもういろんなところを回っている、多分エース記者と言っていいんだと思いますが、池原民幸さんという方がですね、ツイートをしました。それが金曜日の午後2時59分ですから、会見が終わった直後ですね、よほど腹に据えかねたのでしょうか。いや、それは僕は結構大事なことだと思いますし、佐藤誠さん自身が腹が立ったというようなニュアンスで、警察庁長官が嘘をついていると彼は言って、でそれに対する憤り、遺族に対するがかわいそうではないかということから、別にその正義感で、出てきたわけではないけれど、嘘を言うなということへの憤り、勢いで、出てきたという話ですね。で、朝日新聞は冷静にというか、そういうメディアもないといけないんだとは思いますけれど、官房長官の会見の様子など、NHK とかみんな同じですけど、木原さんは否定していますよと。今までずっと書かずに2週3週と全くこの問題が存在していないかのように振る舞った上で、
遺族が記者会見をし、そして実際に事情聴取に当たった警察官が、元警察官が出てきたところで、もう、まあ、どうしようもなくなってこの件について取り上げたということですね。まあ、なんか、まあ、これは本当かどうか知りませんが、この記事を書くと、これに絡んだことを書くと官邸に出入り禁止になると言われているという話がありまして、まあまあ、それを堂々という官邸はないでしょうから、内々にそういう話がもしあったとしてですね、別に僕はまあそれも構わないと思うんですけど、その出入り禁止、出禁が 何様じゃと何者じゃと言って報道するのが僕は、まあ、新聞記者、放送記者だと思うんですけれど、まあ、本当に官邸から出禁にされると言われて、官邸版のこの木原記者がはい分かりましたと聞いているんであれば、とっととお辞めになられたらと思うんですけど、その木原さん、佐藤誠さんの会見が終わったところで、ツイートをしました。午後2時59分7月28日、すでに160万回以上表示されています。私も何回も読みました。先ほど本当に腹立たしいことがありました。ある記者会見についてです。ある記者会見についてですと、佐藤さんの文春の記者会見であるということを彼はなぜでしょう。なぜか名指しはしておりません。ある記者会見についてです。最も罪深いのは会場をセットした側です。つまりこれが、まあ、こんなこといちいち言わなきゃいけないのは実にバカバカな話ですが、文春の佐藤誠さんの記者会見であるとして、会見をセットした側です。つまり文春が最も罪深い。一般人に根拠薄弱な事柄を語らせ、それを配信しビューを稼いで喜ぶ。文春オンラインとそれからニコ生が生配信をしておりました。まあ、各社テレビ局なども収録をしていて、ニュースで政府がそれを否定しているという文脈でですね、佐藤さんの言った話と、あるいは文春が追及している側ではなく政府の側に立って、使っておりましたけれどもね、その佐藤さんの首から下の映像を、それを配信しビューを稼いで喜ぶとまで書いています。まさは喜ぶでしょうが、喜ぶということがメインだと彼は判断しているということですね。中継されていると知りながら人権意識が欠如した質問を投げかけた出席者たちも本当に猛省した方がいいと書きました。まあ、私は朝日新聞の書いた記事のあまりのひどさ、政府べったりということと、そして、朝日新聞を代表してではないと木原さんという個人が個人の立場で書いているというのは、まあ、それは分かりますけれど、官邸の記者をしている人がこんなことを書いたということで政府御用新聞だと思いました。そのように言いました。その後ですね、実はこの後たくさんのコメントいただきましてありがとうございますと、昨日の夜11時台ですね、私はもうお酒を飲んでいた時間帯でしたけれど、彼はどうだったんでしょうか。お酒を飲んでいたかどうかは分かりませんが、冷静に、非常に冷静にツイートをしています。ですから、まあ、私と考え方が違う人がいても全然構いませんし、木原さんの鬼原叩いて木原さんの考えがそうなんだと、いや冷静に、朝日の記者は冷静に質問をしていたしそれでいいんだという人はそれでいていいんですけども、余計納得できなくなりました。たくさんコメントをいただきましてありがとうございます。これは昨夜の木原記者のツイートです。はい、私もコメントをしました。あまりにもたまらなかったんでしました。言いたいことはたくさんありますが、今は言いません、その時が来れば言いますと書いてあります。言いたいことは何なんでしょうか。言わない、今言わない理由は何なんでしょうか。その時のその時とはいつなんでしょうか。そして言いますという内容は何なんでしょうか。全く分かりません。そもそも文春の
佐藤誠さんのであるということもぼかしているような人ですから、本当に大丈夫ですかと。いや、朝日新聞のファンだった人間として、そこで頑張って書いている記者がに応援をしたい私としては、最大限プラスに取り上げたいんですけれど、木原記者がたくさんコメントをいただき、原文のままで言いますと、たくさんコメントをいただき待てありがとうございますと書いてあります。これはまたなる内側違いでしょうが、その打ち間違いをしてしまう、予測変換なのか、慌てていたのか、心が乱れていたのか、後から見返すということができないような精神状態だったのか、私もよく間違いはそういう誤字を含めてやりますので、別にそのことに大きな意味はないのかもしれませんけど、彼は非常にこの次のツイートをするときに混乱していたのかもしれません。たくさんコメントをいただき待てありがとうございます。言いたいことはたくさんありますが、今は言いません。その時が来れば言います。でも一つだけ、会見に出ていたうちの記者は事件だと主張する根拠について冷静に聞いていました。あの異様な雰囲気の中で誇りに思います。つまり事件性ということについての根拠が薄弱な中で行われた会見において、佐藤誠さんにその事件性があると思うことの根拠を聞いたと、それは必要な質問だと思います。そしてそれについて、正直佐藤さんは知っていることをいろいろと言いましたけれど、裁判になって裁判で、判断できるような内容ではなく、勘であるとか見立てであるとかという言い方をしていました。しかし彼は、彼のところに集まってきた証拠などを見て見立てであったり勘であったりという言葉を言っていましたので、何も取材をしていないのにもかかわらず言うことはできない。いや、朝日新聞が、木原記者がこの件について佐藤さんに肩を並べるほどの取材をしているのならば、いや本当に、もしこれをものすごく好意的に解釈して、朝日新聞は文春が出した後独自の調査をしていて、取材をしていて、全くもって文春のでっち上げであると、佐藤さんは全く嘘を言っていると、お父さんたちも全く嘘を 言わされているという筋書きを書いているのなら、そしてそれが正しいのなら、私は本当に、丸坊主にしてもいいでしょう。しかし異様な雰囲気という、確かに異様な雰囲気だったとは思います。おそらくだってそりゃそうでしょう。マスコミが何も語ってこなかったわけですから、マスコミが全くこの件について文春の孤軍奮闘で全く朝日新聞をはじめ、政府を追及する側だと思われていた新聞ですら、読売新聞や産経新聞のように成り下がっているという、その異様な雰囲気の中で、なんとか当事者の話を聞こうと、文春としては本来ならば自分のネタ元で独自の話を自分のところだけで聞いたらいいというところをですね、他者に公開をしてまでくれている、そこにただ乗っかって呼ばれて飛び出てじゃん記者会見へ行って話を聞いている。いや、一緒になって石を投げろ叩けとは言いませんけれど、この木原記者の最初のツイート、そして今のこの後に及んでの日本語が、私にはその意図が全く分かりません。皆さんはどうでしょうか。いや、ひょっとしてもっともっと大きなことを今は言えないという大きな、ネタを朝日が持っているのなら、ぜひ一刻も早くそれを出してください。そして全くそうではなく、政府に、官邸に睨まれたくないという弱腰なことだけなんだったら、そうであっては欲しくはないですけど、もしそうならばどうぞご退場いただければというふうに思いますね。維新の馬場幹事長では、馬場代表ではありませんけれど、そんな朝日新聞ならいらないと共産党が怒っていますがね、本当にひどい朝日新聞だなと思う木原記者のツイートでありました。早く
なぜそのようなツイートをしているのかという理由を教えてください。私は首を長くして待っております。ではこの後松本で、ちゃんと降りられますように寝ないで、行きます。とてもいいお天気でございます。